るチャンスだ。これでどうだ。覚悟しなさい。はあ、ありがとう。よし、ありがとう。
ハートを押しなさい。
了解よ。よう、王子様は行っちまったのか？あんたは。だからさ、そう身構えるなって。別に取って食ったりしねえからよ。オレンジギルドが私になんのよ。おめえ、いつまであのビーターと組んでるつもりだ？あんたには関係ない。俺の推測が当たってるとしたら、おめえはそろそろ自分の正体ってやつに気づいているはずだ。違うか？オレンジホラーのフィディアさんよ。この前から何？フォローとかよくわからないことを言って。だからさ、おめえとあの王子様とじゃ住む世界が違う。別に言葉のあやとかじゃなく、そのまんまの意味でな。おめえは所詮影の世界、そう、フォローエリアの住人なんだよ。俺たちは、そう、人じゃない。私は。じゃあなぜおめえはあっちに帰れないんだ？私はお前らとは違う。私は人間だって。ただ認めたくねえだけだろ、自分が人じゃないって。俺らと何も変わらねえよ、おめえは。ふぅ、その表情、いいねいいね。思わずよだれが出ちまうよ。だから何だって言う。キリトは私のために。おめえのためねえ。本当にそう思ってるのか？こりゃ傑作だぜ。どういう意味？あいつはホローエリアにある新アイテムや新スキルに興味を持ってんだ。おめえは、そう、便利な案内人ってとこか。わかる？嘘。嘘よ。そんなことない。キリトは。会ったばかりのやつに命を張って助けるってか？ない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 。自分がしたことをもう一度振り返ってみな。あんた、どこまで知ってるの？おーる！おーるおーるおーる！残念ながら全部知ってんだ、おめえがやったことは。だからどうして、なんであんたが知っている？はぁ、なんで知っているかって、なことはどうでもいい。大事なのは俺が知っているっていう事実だ。経緯とか理由とか、そんなもんは聞くのが野暮ってもんだろう。で、本題だ。この前も忠告したじゃねえか。おめえ、このままだと死ぬぜ。
おめえだけじゃねえ、俺もここにいる他の連中もみんなみんなゲームオーバー。意味がわかんないし、そんなこと信じられるわけがないじゃない。あの男キリトとかいうビーターはこのホロエリアで確実に強くなる。ムカッパラが立つ事実だが、あいつが百層をクリアする可能性はかなり高い。そうなったらホロエリアにいる俺たちはどうなると思う？知らないわ。少しは考えろよな、その足りない頭でよ。 SAO の世界がなくなったとき俺たちがどうなるか想像くらいつかねえか。まさか。そうだ、おめえの思った通り。 That's right、SAO がクリアされればデータである俺たちは消える。さっきも言った通りのことが起きるじゃねえか。だからさ、俺たちはあいつに殺されるってことだ。違う、キリトはそんな、私たちを殺すなんて。さっきも言ったろうに、理由や過程はどうでもいいんだ。結果がどうなるかなんだよ。あいつがやったことで俺たちが死ぬ、俺はそれを止める。だってよ、死にたくねえしな。だからおめえの力を借りに来たんだぜ。私にキリトを裏切れっていうの？ノーノーノー。何、ちょいと誘い出してくれればいいのさ。おめえは何にもしない、何も知らない。まあちょいっとことが終わるまで邪魔しないでもらうってことだけだぜ。別に殺すわけじゃない。あとは勝手に物事が進むだけだ。そんなことできるわけないでしょ。あいつの強さは知ってるんだろ。大丈夫、あいつならきっと生き延びる。死なずに俺たちと同じ世界の住人になるだけなんだから。私たちと同じ。そうだぜ、よーく考えてみろよ。このままあいつと別々の世界で誰にも知られずに死ぬか、あいつと同じ世界の住人になって永遠に存在し続けるか。次に会った時に返事をくれ。キリト、キリト、私どうすればいいかわからない。God damn you! You know who I am now! Whoa, 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 hey!